で中級コース、チャレンジモードの中級コースです。いや制限時間さえなければないいんだけどね。こういう感じで10キロ、曲がるときはまあ10キロから15キロが理想かな。あ、これはやっぱ視点じゃ難しい。危ね。クランクを急いでいけっていうのも結構厳しいよ。でね、制限時間さえなければゆっくりできるから。そんな難しいもんじゃなかったんだ。なあ、なんだなんだ。まだ半分残ってるからまだね。で、ここで止まって、うわ、脱輪しそうだったっけ。あ、オッケー。もうちょっと進んでいった方がいいか。で、こんな感じ。こういう感じで、で次が左です。なあ、あいつ振りこく。あいつどうしてんだろうよ。まあゲームに切れてしょうがないけどね。こんな感じで、ここもウインカー落とした方がいい。こういう感じで、ああこれ、こういうのがある。なあ、対向車線。どうしても対向車線はみ出しちゃうよ。で、ここが難しいんだ、また。でもバスの実際の教習でこういうのあんだろうね、三角。三角のとこに、ね、あ、パツリンだ。Thank you.
は薄い。あ、それも同じか。で、左折。わあ、これで間に合うかな。ああ、間に合いそうだ。わあ、何度か割ったよ。難しいです、これは。さすがに。ランクインしましたって言われても、これは難しいよ。ランクインしてないし、14万8000はすごい。あ、4位か。タイムか。はい、という感じで、この辺でね、何回もやり直しましたけど、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。